たちだ。連絡をくれないか。少しでいいから君と話がしたい。余裕ですね、ジャンジャック・ギルス。はい、ジャック。この笑顔はジャックのために出し惜しみしているの。ミリティアン・ゲンズブールの車を確認しました。まもなくダイナー・ワルシアに到着。ここで会うことは誰か知っているべきだ。何もかも落ち着くんだ、クリス。静かに一目で黒い自信がしますよ。うわ、期待しないで。須田剛一図スダッチャーアクト2。何年ぶりだ、クリス。もう2年になる。2年か。顔色が良くないな。何日寝ていない？睡眠不足は慣れている。耐えられそうか？そろそろ限界だ。もう無理だよ。何があった？ジャック、ブラスターは？言われた通り所持している。いいか、ジャック。誰かに伝えたくて君を選んだ。その意味が分かるか？分かっている。ラグハントには報告できない。サイエンスコップのあんたじゃなきゃダメなんだ。誰も信用できない。クリス、安心しろ。元同僚を守るのも俺の仕事だ。ありがとう。すまない、やっと落ち着いてきた。気にすんな、ゆっくりやってくれ。聞いてくれ、ジャック。この事件は政府諜報部と関連がある。いや、正しくは憶測だが、俺は確信している。何があった、クリス？ラグハントと根深い事件なのか？最悪な事態が起きた。いや、今もなお起きている。なんとか命も狙われた。しかもラグハントの連中だ。そいつらに見覚えは？あるはずがない。ラグハントは徹底した隠密部隊。同僚の顔は誰一人知らない。それでラグハントの一員だと分かるのか？ああ、もちろんだよ。同じ匂いがする。波長が同じだ。クリス、君の正体を知る者は少ない。ああ。この潜入捜査は情報に厳重な制限がかけられていた。ラグハントだとしても知る者は少ない。そう、これまでのどの捜査より分厚い機密保持契約を結んだよ。しかし実際に俺は仲間から狙われている。何が起きている？一週間前のことだ。ネオ神戸港にロシアの不審船が入港した。詳しい話は知っているか？積み荷の検査で問題があったと。実際は違うんだ。積み荷が消えた。消えた？そう、あの男と一緒に。スティーブ、どうなってる？この時間はメキシコからの積み荷が来るはずだ。そんなこと言われましても何が何だかさっぱりわかりません。誰が入港を許可したのか急いで調べさせているのですが、もうどいつもこいつも言うことがめちゃくちゃで話が混戦しています。どこの船だ？ロシアです。番号を紹介したんですけどね。最悪です。この船は存在していませんよ。登録されていないってことか。ふざけやがって。何を積んでやがる？結構やばいと思いますよ。実際武装してるって可能性もなきにしもあらずですから、気をつけた方が。ここに武器はあるのか？全くないですね。使えねえな、公安局は。あれです。あの船ですよ。とことん怪しいな。黒ずくめの船とは今時海賊でも流行らねえぜ。停泊してから音沙汰なしです。無線も何もか？ええ、ないですね。やる気ないんですよ、この船。見てくれはやる気満々だ。クソが、人の仕事を邪魔しやがって。
無傷では返さんぞ。無茶はしないでくださいよ、ゲンズブールさん。え、開きましたよ。なんか僕らに入れっていう感じですよ。間違いないですよ。間違ってねえ。どうするんですか。招かれて帰るわけにはいかねえよ。行くしかねえだろ。くれぐれも気をつけて。遠慮するな、お前も気になるだろう。マジっすか。ちょっと待ってくださいよ。みたいです。遊園地にこんなアトラクションありませんでした。結構好きだな、こういう雰囲気。はしゃいだると死ぬぞ。さすが肝が据わってるな。やっぱ一流の密売には違いますね。スティーブ、ここじゃ何が起きてもおかしくない。気を張ってろよ。幽霊とか出ちゃうんですかね。ゾンビとかだったらもっと嫌だな。食われたくないな、ゾンビに。こんなところで死にたくないですよ。そりゃ無理だ。え、この船の乗員は全員殺されている。いや違う、殺してる真っ最中だ。嘘でしょ。もう帰りましょう。帰るには遅すぎたな。誰か近づいてくる。脚本須田剛一、ジャンジャック・ギブスン、大塚明夫、リサ・ニールセン、菊池由美、クリスティアン・ゲンズブール、大塚芳忠、スティーボ、柳原哲也、音楽山岡明、イラストキャラクターデザイン吉岡聡、演出村田修陽、企画プロデュース小島秀夫。このドラマはフィクションです。登場する団体、人物、スナッチャーは実在のものと一切関係ありません。